ちなみに金利はいくらですかって聞くやつはもう取り組んでくれないって。まず入り口でその印象悪くするような細かい説明的なこと言わないっていうのは大事かもしれないです。不労所得はアウトでーす。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。今日はね、特別なゲストをお呼びしております。現役銀行員の T さんです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、またまた皆さんに特別な回をお届けします。皆さん誰もが知りたい金融機関の融資のめちゃくちゃ大事な要素である面談についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。こんな硬いんですけど、普段こんなんじゃないんですけどね。じゃあ今日はね、ぜひ T さんに融資を受けるためのコツですね、その中での一番大事なポイントであるこの融資の面談について、前回もいろんなお話をお伺いしたんですけども、その中でこういうような人には融資取り組みたい、こういうような人には融資取り組みたくないみたいな大事なポイントがありました。これ真下に概要欄に前回の動画つけときますけども、で今回はですね、実際に面談に挑むに際して、じゃ具体的に何が大事なのかっていうところから始まって、さらには面談の中で当然インタビューされるわけですよね。簡単に寝踏まれてるわけです。でその中でいわゆるヒアリングのポイント、具体的にお伺いしていく。でそこでどのようなものが良くてどのようなものが悪いのか具体的にお伺いしていきたいと。でさらにはその後面白い過去事例も含めてちょっとお伺いしていきますので、今日は金融機関の銀行員から見た面談のコツ徹底解説したいと思います。じゃあ面談のまず融資担当者としていろんな方が来ると思うんですけども、まず面談のポイントを3つ整理するとさ、何でしょうか。1つ目は、はい、事前準備。1つ目事前準備です。2つ目は物件の事業計画。2つ目物件の事業計画です。3つ目は自社の全体の事業計画。3つ目自社の全体の事業計画です。じゃあこれ一個一個ね詳しく伺っていきたいと思います。はい、じゃあ一つ目、事前準備についてお伺いしたいと思います。事前準備っていうのは具体的に何を言いますか。まずは自分のプロフィールや所得が分かるような資料だとか、まあ、そのあたりの資料をきっちり揃えることが事前準備。なるほど。例えばプロフィールって言いますと、当然住所、氏名から、ご年齢、お勤め先、ご家族構成、奥様が働いてるか働いてないかと、でご家族のご年齢も含めて。そうですね。であと、まあ、居住地ということです。そうですね。なるほど。例えばその方のご経歴、職務経歴みたいなものをあった方がいいですか。もちろんです。なるほど。わかりました。まあある意味面接みたいなもんですね。そうですね、履歴書みたいな。なるほど。そう、人となりが分かるようなものがまずミニマムで必要だっていうことは一つですね。まずプロフィールシートと、はい、それ以外に金融資産の一覧ですね。これ具体的にはどんなものですか。まあいろいろあると思うんですけど、まず一番大事なのは現預金。あとは、あった方がいいかなと思うところで、金融商品ですね。株式や保険。ポイントとしては何かあった時にすぐに現金ができるかどうかがポイントになります。なるほど。なので退職金とか確定拠出年金とか、そこら辺を書かれても無意味。退職金とか確定拠出年金は無意味だそうです。なるほど、ありがとうございます。金融機関の担当者が言ってるからね、これ本当の話だからすごい大事。あと株とかに類するやつ、為替とかいかがですか。リスクが高くて値動きが激しいもの、これが安定資産かと言われるとちょっと株なんかと比べると、なるほど、遅いかなっていうところがありますので。なるほど。外貨預金とかはいいと思う。なるほど、なるほど。FX 取引みたいな、なるほど、そこら辺を積極的にされてるからそれはマイナス効果になっちゃう。ネガティブだそうです。あのね、外貨預金はいいけどフォレックスの口座にいくら入ってますってマイナスだそうですってことですね。はい、なるほど、面白いですね。生々しいですね。ありがとうございます。仮想通貨なんかいかがですか。あ、ちょっと論外。論外だって。ビットコインとかも論外。書いちゃダメですよってことですね。はい、ありがとうございます。まあ非常に大事。今ね、あの金融資産としてはやっぱり現金が一番。はい、もうこれ圧倒的1位ですね。はい、でそれ以外に機動的に換金ができるもの、これが2番に出てくると。はい、これが例えば保険であるとか株とかね、はい、っていうものですね。
で、あとそれ以外はむしろ書かない方がいいってことですね。そうですね、書いていただいてもいいですし、うん、審査目線としては、うん、包み隠さず全部出していただく。あ、なるほどなるほど。ただそれに対するリスクヘッジもできているかどうか、そういうことですね、大事になりますので、ひた隠しにはされたら印象も悪くなりますので。なるほど。出せと言われたものすべて出すよ。出せって言われたら出さなきゃいけないらしいよ。あとお持ちの例えば資産の一覧ですよね。これ資産の一覧って言うと例えばどんなものになりますか。不動産が大きいものになってくると思うんですけれども、うんうんうん、銀行員は金融資産だと思ってます。なるほど、はい、僕なんかでも総資産30億うち金融資産 6.6 億だからね、不動産資産14億、借り入れが11億何千、12億弱っていう話をしますから、そこを明確にしておかなきゃいけない。そうですね、はい、全然変わってきます。そうだ、はい、金融資産がやっぱ大事。金融資産が大事です。機動的資金が大事ってことですね。なるほど。不動産は別個で評価させていただきます、うん、なるほど。ですので、うん、純粋な金融資産、うん、それが一番大事だ。金融資産がやっぱり大事。Okay. で、総資産1億っていうのもそれがちゃんと内訳を示さなきゃいけないんで、金融資産がいくら、不動産資産がいくら、借り入れがいくらっていう明確に一覧になっていないと困ると。そうですね、お電話で資産1億ありますということで、うん、会ってみたら、うん、ほとんど不動産で、あ、もうちょっと詳しく聞いとけばよかったなっていう失敗もあります。なるほど、失敗になっちゃうらしいですよ。ってことは失敗したら次会ってくれませんからね、忙しいですから金融機関の皆さんは、ということですね。はい、ありがとうございます。で、当然不動産でしたら借り入れもある場合もありますから、借り入れの場合は返済予定表、各、物件ごとの返済予定表もちゃんと準備をする。あと何が必要ですか。あとはレントロールですね。なるほど。レントロールと返済予定表と物件の所在が分かる資料、まあ、投稿なんかでもいいし、それが揃えればその方の物件の収支が分かりますし、なるほど、どれだけ資産を持ってるかっていうところも分かります。なるほど、ありがとうございます。まずは物件の登記簿投稿、レントロールと返済予定表と間取り図とかはいかがですか。間取り図はないでもなくてもいいです。ないでもなくてもいい。なるほどですね。じゃあ、あと固定資産税評価証明とかいかがですか。あった方がいい。なるほどですね、まあ、なのであった方がいいものは全部用意した方がいいということですね。例えばその物件の評価を出すときに、その倍率地域の物件持たれてる場合はやっぱり固定資産税の評価基準にやってきますので。なるほど。そういう場合は必須になってます。なるほど。倍率地域って言葉出ました。 T さん、倍率地域をちょっと説明を、皆さん多分分からないと思う。お願いします。はい、路線化地域と倍率地域っていうのがありまして、全国路線化がついてる地域と路線化がついてない地域、基本的には田舎の方は路線化がない地域も多いですので、そうすると固定資産税評価かける倍率がありまして、その何倍が除籍さんの評価になってくるんですけれども、なので路線化地域じゃない倍率地域の物件の場合は評価証明は必須なんです。なるほど。おそらくこのチャンネル見ていらっしゃる皆さんで、ご両親からね相続をした不動産があって山持ってらっしゃったりとかいらっしゃると思うんですけど、やっぱり郊外の場合って結構ありますんで、僕なんかは、ね、別に郊外で持ってないんですけど、基本的に新規の金融機関の開拓の際は全部全てプリントアウトしてこんな状態にして持っていきます。あと収入の証明が必要になってきますよね。そうですね、確定申告、申告されてない方だったら源泉徴収、はい、あとは法人持ってらっしゃる方は決算書、まあ、これが直近の金融資産ね、3期分です。いいですか皆さん、今言った資料をミニマムで全部用意しないと面談行ってももうマイナスでスタートですから。で、それ用意して初めてゼロですからね、まだプラスじゃないですよね。はい、これがまず一つ目の事前準備っていうところですね。ありがとうございます。2つ目、物件の事業計画ということですが、これはどんな感じですか。まず、なぜその物件を買うのか、何のために買うのか、その目的と意義について知りたい、うん、なぜ、何のために、目的と意義だそうです。これより具体的に伺ってもいいですか。まず、まあ、根本的な話になってくるんですけれども、なぜ不動産を運用したいのか。なるほど。最終的にどうなりたいのか、はい、それが不労所得とかいうワードが出てきたらちょっと引いちゃうんですけど、不労所得はアウトです。いただきました。これめちゃくちゃ大事ですよ。このチャンネルでしか聞けないですよ、こんなことは。不労所得が欲しいからって、そんなね、金融機関事業のためにしか融資しませんから。他にどんな言葉で聞きますか。脱サラしたい。ファイヤーしたいもアウトよ。給与収入は定年まであるものだと思って、こちらも
設定してますからね、うん、大事です。給与はいいですか皆さん、お勤め先の給与は大事だそうですよ。めちゃくちゃ大事です。それがあること前提で融資のシミュレーションしてますから、万が一給料からも返済できるかどうかというところもリスク強度になってきますので、ファイヤーを考えていらっしゃる皆さん、本当ねちゃんと準備しなきゃいけないし、そもそも簡単に辞めちゃうのもったいないんで、融資引けなくなっちゃいますから、そういうことですよね。そういうことです。はい、あと物件の個別の属性になってくると思うんですけれども、うんうん、なぜこの物件がいいのか。なるほど。はい、これは土地勘があったり、うん、不動産に慣れてる担当者であれば、うん、話は早いかもしれない。はい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 。位置から分かりやすく、うん、それ専用の資料も作るぐらい語っていただければと思います。駅徒歩5分圏内で、近くに、まあ、こういう会社とか、うん、大学とかがあって、満室が維持されてる、うん、プラスのポイントを明確に、はっきりと、なるほど、流暢に。流暢に大事です。はい、なるほど。誰しもが金融機関の担当者さん不動産に精通してるわけじゃないんで、少なくとも我々側がこの物件を融資に持ち込みたい理由を明確に訴求できる、で要は明確にその資料を準備できるぐらいでないとダメだと。そうですね。あと収支の計画ですね。収支の計画は大事です。もちろんそもそも赤字の計画書を持ってこられたら、その時点で下げない。そうですね。そうね、収支がしっかり回るのが大事になってきます。はい、その通り。金融機関はそこからさらにストレスをかけますので、うんうん、ちなみにストレステストは金利何パーセント、空室率何パーセントってあるんですよね。そうですね、うん、空室率が増えていく、うん、家賃も下がっていく、うん、金利も上がっていくっていう、うん、あの金融機関さんのシステムでシミュレーション出されると思います、うんうん、まあ、どういうストレスかけられるかもしましたんですけど、うんうん、入居率、家賃の下落、うん、金利の上昇、この3つですね。なるほど。まあそもそも回らない物件が持ってっちゃまずいということで、そもそもそれってリスク強度に投資対象がマッチしてないってことですから、そこは借り入れ比率が高くなるとキャッシュフローって当然利回りが低いと出なくなるんで、そこは当然自己資金が入れられるような余力があるか、すなわち軍資金があるかどうかっていうのを問われてくるっていうことですよね。そうです。はい、ありがとうございます。素晴らしい。これが物件の事業計画、これ2つ目。そして3つ目、自社の事業計画です。やっぱり先ほどの長期的なビジョンっていう話とも似てくるんですけれども、まあ、不動産の本業の方もいらっしゃいますし、そうじゃない方もいらっしゃる。本業なら本業で本業の見方をするんですけど、なるほど。副業の場合は、なんでやってんの？なるほど。っていう話になる。すごい大事な話ですよ、皆さん。副業なら副業で、なんでやってるのという見方をするってことですね。そうです。はい、まず本業の場合の見方を教えていただいていいですか？本業の場合は、その事業しかない。裏を返せば、はい、不動産がダメになったら、まあそういうことですよね。おっしゃる。ある意味ね、いたしかえしですけどね。はい、そうです、はい、まあ会社さんの規模にもよると思うんですけれども、うんうんうん、意外に結構金利とか期間とかは、うん、意外と不利なんですね、本業が不動産。確かに普通の事業融資になっちゃうんだ。そうです。なるほど。事業融資の目線。なるほど。はい、でコーポレートの体力、会社の体力がどれだけあるか、うん、ここでもう大体余震が出せるか出せないか。なるほど。お題が決まっちゃう。うん、まあ、町の不動産みたいになっちゃうですね。そうですね。なるほど。逆にじゃあ今ある意味じゃあ兼業でやってらっしゃる方が有利みたいなイメージですね、どっちかっていうと。まあそうですね、副業レベルの事業規模であれば本業の方はもう規模も待ちますし、どのくらい、例えば T さんの感覚でいくと規模的にまあこれぐらいが一般的、感覚的で結構です。事業会社はもう本当上場企業を含めれば数十億、数百億みたいになってくると思います。数十億ぐらい、まあ、あるとは思う。100億弱ぐらいね。はい、まあ私の担当してる感覚です。はい、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 そうですね。不動産でまあ100億未満ぐらいが地銀としてアクセスするレベルのところなんですね。そうですね。副業レベルだと5億ぐらいですかね。5億ぐらいだそうです。なるほど。はい、5億超えてくるとちょっと規模大きめになってきますか。5億が1個私の中ではラインだ。あ、そうなんだ。なるほど。保有資産5億ってのは1つのハイルストーンなんですね。まあそうですね。なるほど。あの個人の副業レベルで持てる、うんうん、ターゲットね。なるほど。そういうことです。はい、まあ皆さんじゃあまず5億を目指すってことが一番大事ですね。今のなぜ副業化の部分はさらにちょっとフォーカスして伺ってもいいですか。そうですね、まあ、最終的にいろいろ体の中はあると思うんですよ。なるほど。その要は融資を引きたい方ですね。そうです。チャンネルを見ていらっしゃる皆さんが融資の窓口に来た場合ですね、腹の中に何がありますかって話ですね。はい、他
金を欲しい一択だと思うんです。で、最終的には資産をたくさん作って資産家になりたい、まあ、そういった目的の方とかも多いと思うんですけど、全部ストレートに直接的に言うとですね、まあこれはちょっとまあ印象の話ぐらいです、ね、はいはいはい、例えば不動産を通してそれをしかも短期で売買するわけじゃないですか、うん、長期的に最後まで保有し続けて、うん、社会貢献なんていうおしゃれな方もいらっしゃいますし、わかります、わかります。でさらには資産をしっかり築いていって最終的には息子に渡すんだという息子ともそういう話をしてる、なるほど、事業を承継していきたい、ね、まあ、家族としてそのライフプランとして目的がしっかり掲げるような状態でいらっしゃるので、なるほど、それがすなわち事業計画と自分のライフプランをマッチしてるかどうかだと。そうですね、ライフプランと会社の、なるほど、その通りだ、なるほど、理にかなっていうと、いや別にここも大事なんですけど、あんま無理してないなっていう、うーん、なるほどなるほど、目的に合った物件があるから買うんです。なるほどなるほど、長期的な一個の大きなビジョンがあって、うん、それに合う物件がたまたまこのタイミングで出てきたんですと、うん、ですので際限なく買っていくわけです。なるほどなるほど、自分の中ではこれぐらいの資産がゴールだと思う。なるほど、このゴールに行くまで買っていくかもしれないし、うん、まあ、そのゴールの金額までいったらその中で回していくよ、ていく、なるほどですね、はい、そこら辺で担当者は安心ですねそういうことですね。いやもうまさにあの今の話めちゃくちゃ大事な話で、まずは自分自身のライフプランっていうものが大事、これ僕もいつも言ってます。まずは自分の10年単位の人生設計をちゃんと考えなさい、その次の10年っていうものの今準備なんで、その中長期的な自分のライフプランから、じゃあ必要なコストであるとか必要な資産っていうものを割り出して、自分自身のライフプランとその事業計をマージさせた状態できっちりプレゼンができなきゃいけないってことなんですね。なるほど、ちゃんとした自分自身の人生のビジョンとこの事業のビジョンというものを明確にし、それがうまくリンクさせた上で明確に訴求をできるってことがまず必要になってくる。それにさらに大事なポイントは、その計画にまず無理がないと、はい、一番大事で、さらに言うとこれが今の話拡大拡大拡大っていうような、まあ急拡大の無理なものではなくて、微減で緩やかな拡大、もしくは拡大するチャンスがあって我々の経営方針にマッチしたものはたまたまあったからこれを組み入れたいんだというような拡大が担当者としては安心する。安心が、なるほど、こういう環境が大事ということですね。こんな話皆さん聞けませんよ、これ有料級ありがとうございます。準備しておけば、うん、質問にもスラスラ答えられる、その通り、あの信念があれば答えられると思いますので、ね、嘘じゃなければね、嘘つこうと思ったり、うん、考えがなかったりするとやっぱり分かる。あ、そうだじゃないですか、バカじゃないですか、はい、こちらもそのあたりの受け答えの様子とかも当然見てますよね。そう、受け答え見られてますから、眠んでますよね、眠んでます、眠んでます。いただきました。面談のコツ、重要なポイント3つちょっとねお話さらに深掘りして伺っていきます、はい、まず次にですね、ヒアリングのポイントについてお伺いしたいと思います。一つ目の事前準備についてのヒアリングのポイント、まあ、どんな部分を聞かれていきますか。ここについて、まあ、ゆっくり精査されると思うんですけど、そう最初ねのタイミングで多分聞かれて、当たらないところ後でこう電話とかでされると思うんですけど、どんなポイントを聞かれますか。まあ、決算書いただいたら、うん、バランスシートですね。BS を見るらしいです、一発。はい。はい、あまりにも自己資本が少ない。うん、いますね。借り入れの割に自己資本が少ないってことですね。そうです。そういうことか。自己資本は見ます。なるほど。イメージ、全体が、じゃあまあ10億としましょう。で10億の総資産があって、借り入れがじゃあ8億としましょう。で、2億の純資産だけど、預金が、これ丸々2億だったら正常だと思うんですけど、これが預金がどのくらいだったら危ないと思いますか？感覚的に言えば、その状態でも、まあギリギリかな。ギリギリ。じゃあイメージとしては、じゃあ借り入れが減って、総資産10億のうち、どのくらいのこう純資産かつ金資産があったらいいですか？総資産10億だと3割ぐらい、3割ぐらい、まあ、最低でも総資産の3割ぐらいの機動的資金は用意しておいてほしい。そうですね、まあ2割5分から3割、単純スケールダウンしてったら1億だったら3000万ってことですよね。あ、そうイメージ的にね、はい、ってことはやっぱり1億円の物件買うには最低でも3000万自己資金を投入できないとダメだということですね。簡単に、そうですね、まあ全部投入しろと言ってるわけではなくて、うんうん、見せてほしいだけです。なるほどなるほど、そこから何パーセント投入していただくかは別としてですね、望ましい方じゃあ最終的にそれを目指していただきたいということですね、はい、なるほど。 BS を見られる時のそのいわゆる資産と負債のバランスを見るっておっしゃったんですか。それ以外は見ることありますか。
次は損益計算書になってくる。次はもう PL なんや。大体不動産やられてる方はシンプルだと思う。確かに。そこである程度現金が多い方がありがたい。なるほど。まあそれぐらいですね。まあ、当然利益は上げていってほしい、うん、よくあるいろいろ経費計上して利益を圧縮して法人税を税金対策といいますか、うん、節税って言ったらなんですけど、うん、したい気持ちも分かるんですけども、うん、しっかりやっぱり利益を上げてほしい。なるほど。でしっかり納税していただく、これが非常に良い商品です、はい、いいですか皆さん、節税は愚の骨頂だって僕前から言ってますでしょ。今金融機関の担当者から言ってますよ。納税をすれば納税をするほど長年ちゃんときっちり黒字化してるってことなんです。きっちり黒字化して税金をどれだけ納めてるか、すなわち納めれば納めるほど金融機関にとっての評価プラスになるっていうことですよね。そうですね。ってことは資金調達コストだよって俺いつも言ってんじゃんみたいなね、そういう話です。ありがとうございます。さらにありますか。利益を減価償却でキャッシュフローを上げると思うんですけど、うん、それを借り入れ引く現預金をキャッシュフローで割って、うん、まあ、それが例えば30年40年になってると、うん、あまりにも長期すぎるので、うん、まあ、そもそもそういった会社には貸せなくなった。債務償還年数ってやつですか。そうです。あ、なるほど。それは大体イメージ何年ぐらいのイメージ。20年ぐらい。債務償還年数は20年ぐらいです。下にウィキペディアのリンクつけときます。その事前準備の資料の中で次何見ますか。そうですね、はい。まあ、どういった物件を持ってらっしゃるか。なるほど、まあ、保有物件ですね。保有物件を持って。なるほど、はい。そのあたりどういうふうに、例えば立地なのか収益力なのかいろいろあると思うんですけど。立地です。まず立地、あの資産性がある高いところ。はい、なるほど。物件だとやっぱり安心感あります。なるほど。例えばそれが地方の小売回りと都心の低利回りだったら、金融機関担当者としてはどちらを評価しますか。都心の低利回りも。なるほど。高くなりますね。なるほど。資産価値があります。なるほど。何かあった時に流動性も高い。なるほどですね。多少値下げしなきゃいけないかもしれないですけど、うんうんうん、地方よりは都心の換金性が高いと。そうですね。なるほど。も高いですし。なるほど。実際の値札が違ってくる。おっしゃる通り。金融機関の現有の保有資産を見るときには都心の利回りが低いもので、資産性が高いものの方が評価としては高い。そうですね。私はそちらの方。なるほど、なるほど。何があった時のリスク強度として。そうですね。なるほど。あとはその保有している物件に一貫性があるかどうか。なるほど。一番大事です。今保有している物件に一貫性があるかどうか。なんでこれがいいのか、ビジョンにのっとってるか。なるほど。一つ目の話ですね。はいはい。じゃあ不動産屋さんが持ってきたんです、うん、とりあえず審査してください。なるほど。みたいな感じで。なるほど。まあ今までは借り入れてこれたかもしれないですけど、うんうん、まあ、私はそういうのはちょっと、うん、あの取り組んでない。はい、取り組んでない。そういうご時世じゃないんですね。で、さらに、あと何見られますか。金融資産、どのぐらい持ってるか、どのくらい持ってるか、うん、通帳のエビデンスまでつけていただければいいと思います、うん、なるほど。で、できれば原本で確認したいので、うん、まあ、通帳持ってこられたり、なるほど。ネットバンキング、まあ、パソコンとかスマホで見せていただいて、うんうん、金融資産の一覧はエビデンスをつけ、元本が一番望ましいってことです。なのでネットバンキングもその場で開いて見せれるぐらいにしておかなきゃいけないっていうことを忘れないでください。これが一番強いですよね。そうですね、まあ、基本的にはもうその方が話が早いですよね。そうですね。原本を見せる見せないの判断は担当の方だと思うんですけど、うん、一応のアクションとして一応原本も準備しとけと、準備できますっていうことで話したい。大事だと。はい、ありがとうございます。次に2つ目の物件のですね、事業計画のポイントお願いします。先ほどもお話しした内容と重なるんですけど、ね、例えばこんなんどうですか。さっきの僕が推奨しているものって都心の元本毀損しない物件、はい、地方の高利回りの物件っていうのは得てして2割ぐらいが土地値になって8割が建物代で、一方で僕が推奨しているのはどっちかというと都心の8割が土地値で2割の建物代、まあ、こういったようなものが、例えばその事業計画として地方の小売りがあっても事業計画がきっちりしていると割と取り組みはできます。あ、できる。できます。問題ない。問題ない。むしろ小売り周りの方が審査がすんなりいく場合は多い。なるほど、なるほど。収支計画もある。なるほど、なるほど。逆にどうですか、小売丸のってやっぱり売る時に半額以下になってしまうリスクがあるケースが多いんですよ、元本毀損するから利回りつけないと売れない。自分でね、加工して利回りを上げるケースがまた変わってくるんですけど、その辺についての見解っていかがですか、金融機関として。
うん、そうですね。返済が回って、残債が減っていれば、なんとかなるんじゃないかな。なるほど。次の融資は別だけどと。そうですね。一本限りのお付き合いになることってことは、一本限りで終わる可能性があるってことだね。だ逆にじゃあ、2と3と考えると、保有資産の当然含み見ていきますもんね。そうです。そうだ。もう価値がどんどん減っていくものに対して、債務超過状態っていうのも当然見る。そうなると次の物件は融資はしにくい。しにくいですね。なるほど。そういうことですね。ってことはやっぱりこの物件の事業計画についてはやっぱり持ち込む物件が大事で、1棟で終わるか2棟目までから行くとやっぱり1棟目は2棟目につながるような堅牢な資産性の高い物件がやっぱり望ましい。そうですね。それは間違いないですね。なるほど、ありがとうございます。次3つ目、じゃあ自社の経営事業計画ですね。これもうどのレベルで及第点になりますか？あ、もう簡単なものでいい。簡単なものでいいですよ。結局お話ししていく中でいろいろインタビューしていくからね。インタビューしますので。なるほど。逆にこれがピチッとできてたらこの人ちゃんとしたビジネスマンだなっていう印象はやっぱり受けますか？印象あります。やっぱりでもあまりキチキチしすぎてるとそんな人いいんだ。なんかプロだ、プロだ。プロ。いや、苦手。逆にあまりにその慣れてる感が出てる。気持ち悪いの。そうなんだ。多少のフレッシュマン感がないならなんだ。なんか慣れてるなっていう人だったら、いろいろ後からは細かく言われるんですけど、そっち系ですね。そこだかもあります。交渉上手だったりするから、交渉上手だったりするから、邪魔くさい可能性がある。厄介だな、この人。なるほど、なるほど。まあ、それロットによりますよね。ロットによりますけども、それでね、ちっこいロットだったら邪魔くさいですもんね。そうですね。なるほど、そうかそうかそうか。やっぱりそれってやっぱり話してる中で人となりっていうのをやっぱり見るわけですよ。人となり見ますね。一番大事。この人となりを見る中で、はい、この人はありえねえっていう人、どんな人ですか？人付き合いです。人付き合いだそうです。前回も言ったかもしれないですけど、お見合いといえばデートみたいな。お見合いみたいな、デートみたいなもんですかね、金融機関。はい、すごい現金な人というか。あー、わかります。もう金利が高いならもうやりません、みたいなね。入り口から、結構ちなみに金利はいくらですか？一言目に出てきたり。せこいやつダメですよ。あ、ちなみに金利はいくらですかって聞くやつはもう取り組んでくれないって。そこまで言ってない。言ってないな。言わないですけど、はい、やっぱり、融資の金額と期間、これがまず最初なので、金利は一番最後だと思っていただいて。ですか、皆さん。最後に金利なんですね。そこが大事だと。はい、それを。金利やっぱり気になると思います。結局、回答来て、ベラボーに高い金額だったら怖いな、ネタだなって思います。まあ、そうそう。わかるんですが、最初から何パーセントを希望です。1% 以下の、希望ですとか言われると。そんなやついる。あ、もう、たくさん出せますね。まだお金出せるかどうかも分かってないので、最後の話なので、最初の方は、金利はそれなりのものでご提案いただけたらぐらいでとどめておいて、当然からこうさんとの金利の比較だとか自社の中の他のお客様の一般的な頭のところで出るってのが出ると、それからね、まず入り口でその印象を悪くするような細かいそうケチなこと言わないっていうのは大事かもしれないです、ね、ケチな人は女子からも銀行からも嫌われまーすってことね。あとはフルローン、オーバーローン、はい、なるほど。のこだわりではあれですね、フルローンっていうのは物件価格の全額出すと、でオーバーローンは初期費まで出すと。そうですね、はい、ここへのこだわりはちょっと捨てていただいて、自己資金出す準備はありますよと、それぐらいは、今フルのオーバーローンもやる人口も少なくなってきていると思うので、最初から当然融資額が大きければ大きいほど嬉しいかもしれないんですけれども、あまりそこもうるさく言わないで出せる金額で出してもらうと、まずはね、取引実績を作るってことが大事ってことです。そういうことですよね。そうです。まず取引実績もそうですし、逆にその取り組めなかったとしても、審査実績を残しておくっていうのが大事で、まずそれで窓口を開いておけば、あ、じゃあ自分の属性は大丈夫だったかなと思って、また別の機会にお付き合い、次の相談ができるんですか？できるかもしれないので、まず入り口でその属性で断られないように、できるだけ細かく言わないでできるだけ細かく。次の相談があるからね。融資取り組んでもらった結果、結局他に持ってかれちゃったとかっていう多くケースありますよね。あります。それ考えてる時にそもそも無駄に骨折ってもらう可能性があるわけですよ、皆さん。でとこ考えた時に、この金融機関の担当者さんに最初からね、せこいことを言う立場かっていう話になるわけですね。ちょっと偉そうになりますけど大丈夫です。モザイクかかってますから大丈夫です。はい、一番大事、相手が人間だってことです。でやっぱり僕もそうですし、そのチャンネルを見ていただいている皆さんに時間を使ってもらうために何が必要かということを考えて対峙していくってことが大事ってことになってきま
ますよね。なので、まあ基本的に最初になんか厳しいこと言ったりとか、謎に条件言うやつは、そもそもお話にならないみたいな話ですね。いいポイント、悪いポイント、いろいろあると思うんですけど、じゃあ逆に悪いポイントなんかでいくと、僕、みんなに言ってるんですけど、やっぱり嘘をつく人は絶対ダメって僕言ってるんですけど、そこどうですか？そこ、もう本当におっしゃる通りで、包み隠さず全部正直に話してください、聞かれたことは全部詳しく話して、資料を依頼されたらそれも全部包み隠さず話してます。そこでちょっと口ごもったり、ちょっとそれは後ほどもうちょっと取り組めるかどうか分かったらにしたいですとか、そういう方もたまにいらっしゃるんですけども、その審査のために必要だから聞いてるわけであって、そこで隠されたらこっちもその先進めないですね。どうしようもなくなっちゃうので。なるほど、はい、質問って必ず理由があるんですね。これは審査の過程の中で、例えば担当の方が社内調整上、社内の中でさらに材料が必要だと言われた時にしか基本的に連絡来ないと思ってください。で、連絡来たことっていうのは絶対社内で必要だと言われてるんで、必ず理由がある。で、そこでむしろ言わなかったら、その時点でその話は止まると思っておいた方がいい。そうですね。このヒアリングポイント、いいポイント、悪いポイント、本当にかなり具体的なお話ありがとうございます。これ過去の事例として、こんなやつがいてダメだったっていうケース、ちょっと教えていただいていいですか？一つは他法人スキームですね。出た、他法人スキーム。説明しよう、他法人スキームとは。お願いします。代表者様なのか、オーナー様なのかわからないですけど、一人でたくさん会社を設立したら、合同会社が多いですね。そういうことなんで、設立の費用が安いので、そういうことね。会社は。なるほど。いや、だから設立の費用が安いから逆に疑ったりしないのかなと思った。それそうだよね。株式の方が気持ち的に、実際その関係ない、実際関係ないっちゃ関係ないじゃないですか。関係ない、関係ないけど、気持ち的にですよ、株式会社の方がやっぱり余計なことを疑わずに済むということ。そうですね。まさに結婚と一緒ですよね。そうですね。お付き合いしてからご結婚してね、有志が結婚みたいなもんですか。そうですね。ね、はい、なるほど。まずは今まででダメな事例、他法人スキーム、これ分かりやすいですね。そうです。で、次2つ目が入り口でご相談いらっしゃった際、はいはい、最低限の資料を見てこられて、これでいくら融資出せそうですか、ニュアンスを教えてください。なるほど。これよくニュアンスっていう言葉がよく使われるんですけれども、そんなの全部資料揃えて正式に審査しないと分かんないんですそうそうまさかの出し惜しみ、これやばいから。その瞬間あなた終わってます。本当ね、お忙しいんで、金融機関の担当者の方って、うまく断らなきゃいけないんですよ。だから実際に預かって2週間くださいって言って、2週間何もせずに、すいません、無理でしたって言って、返すのも仕事の一つなんですよね。ね、実際にありますよね。聞いたことありますね。大丈夫。大丈夫。聞いたことあるらしいですけど。なので、本当、電話した時から眠んでますもんね。そうですね。まずポイントは当然電話で事前に取ってから来ていただきたいんですけれども、その時にざっくり聞いて、ご足労いただくのも手間なので、その段階でうちではちょっとご期待に添えないなと思った場合は、もう電話でお伝えすることもよくあります。これたくさんかかってきますからね。めちゃくちゃかかってくるらしいですよ。もうびっくりな事例、他にありますか？規模感が全く合わない。規模感が合わない。金額で大体おいくらぐらいの案件？金額で言うと1000切っちゃうぐらいの案件、そもそも小さいじゃないですか。なるほど。お互いにやっぱり相手も向こうの方が美味しくないとダメ。なるほど。要はロットが、要は個数を割くに値しないロットだったんですね。そうですね。なるほど。さらにやっぱり地方で、その方の居住地から非常に遠いところ、どうやって管理するの、さらに全部空いてますと、古いですと、ミラティブポイントしかないんで評価ポイントがないと。はい。だからこれ保証協会から出るって聞きましたとかいう、はいはいはい、ひたすらおっしゃられて、はい、議論にならない、はい、そういうのはやっぱり銀行の方が分かってますから。なるほど。やってますからね、長年。はい、これはできるんだって自信満々におっしゃいますけど、フラットに考えて、銀行はそれを取り組むかと取り組まないかは、あなたが決める話ではないですよ。なるほど、はい、やっぱりやりたいって気持ちにならない。ならないですね。そういったような話があったんで、皆さん本当気をつけてくださいね。お忙しい中、やっぱりこの融資を相談するね、新規で本当に取り組むってかなりハードルが高いんですね。さらに本当にね、5億6億あるなら別ですよ。5億6億あって機動的に使えますという方ならすっごい書きやすいですよね。書きやすいです。めっちゃ書きやすいですね。はい、
なので本当最低600万年収があってかつ3000万って方はめっちゃ書きづらいんですよってことですよね。そうですね、めっちゃ書きづらい。うちの会社さんちょっと5億6基礎的資金ある人ってまあゴロゴロいるんで、そういったような人たちと物件獲得競争で競合してるっていうことを常にこのチャンネルを見ていただいてる皆さんは意識をしていただいて、融資獲得っていうような非常にね不動産の事業をスケールしていただくために重要な要素ですから、ぜひ今日もね動画をね何度も何度も見返していただいて、ぜひねこの大事な金融機関の開拓っていうのに取り組んでいただきたいと思います。今日は T さんお忙しいところいろいろと貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次回動画でお会いいたしましょう。またなー。